フューチャー。何ですか？来ましたよ。何が来たんですか？それは、はあ、こちら。またダンボールですか？え、はい。何？はい。どうですか、こちら。これはまさか。そうです。バルブインデックスです。ダメだろ、あれは。ちょっと角度が必要で。それではね、セットアップをしていくので、ああ、これでね、ああ、バイブとは。おさらばなんだ。ありがとうな、今までバイブ。ありがとうございました。それではね、はい、乾燥していきましょう。いきましょう。それではね、はい、早速バルブインデックスのセットアップができたので、はい、バルブインデックスのね、このコントローラーを使えるゲームがあるんですよ。何？このアパーチュアハンドラボっていうゲームをね、やっていきたいと思います。そうですね。そう、どうですか、リオさん。で、見てください、皆さん。この私、もう5本指も、すごいですね。自由自在なんですね、ほら、見て。すごいですね。はい。ではね、このね、カメラマンをね、今やるので、さあ、あの、リオちゃんはそのゲームのね、レポートの方をね、ちゃんとよろしくお願いしますね。任してください。すごい。手を見せてくださいよ、ちょっと。あ、いいぜ。一本ずつ動かせるとのことですよね。そう。え、親指は？イエーイ。うー。人差し指は？イエーイ。うー。次。じゃあ次はちょっとダメなんで、薬指はどうですか？薬指はね、こっち側ちょっと、あー、頑張って私の指を、あほら、うーすごい、うまっ。小指はどうですか？小指はう、あー、左手上がってますね。こっちめっちゃね、調子いいわ。確か綺麗。ダメ、やめて。うー、イエーイ、ファッ。これは見せられません。見せられませんね。イエイイエイ。まあ、こんな感じでね、すごい指がね、綺麗に一本一本動かせるんですよね。これがバルブインデックスのコントローラーの力ですね。マジすごいわ、バルブさん。なんか手にさ、青い線が出てるでしょ、なんか青い。出てる。それね、ちょっと手を裏側向けて、思いっきり強く握ってみてくださいよ。握り度でこの線が強くなるんですよね。なるほどね。そう。なるほど、めっちゃね、いい感じ。力がすごい。すごいね。そう。あ、すごい、かっこいい。手前が親指ですね、それは。中だけ上がって。そう。すごっ。それではね、はい、コントローラーも使えるようになったということで、ゲームを進めていきましょう。進めていきましょう。はい、どうぞ。まずね、あっちに行くんですね。なるほどね。これね、全部英語なんですね、実は皆さん。ちゃんと聞こえない感じで。そう、私は何をするのか全然わからない。あ、なんか降りてきたよ。何？誰？ちょっと前に行こう。あそこに行くんだ。はい。わあ、すごい。何すんの？チチ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 チバァ！え？負けてるじゃん。後出しじゃん。後出ししたじゃん。嘘。やば。AI だから。AI なんだ。いや、頭いいから。やば。ボス来た。マジ？何すんの？なんて？ちょっと待って。君の美しいね、とても。絶対言ってないよね、そんなの。じゃあ、君と握手する。握手して。私と。え？待って。あああああ、取っちゃった。ポイポイって。え？かわいそう。私何もしてない。ああ、すごい。私は何も。全部落ちてる。ああ、いやー、どうでした？あのね、全然英語ばっかでね、何すればいいか分かんなくて。そういうのじゃなくて、まずはね、コントローラーの説明からね、していきましょうか。めっ
ちゃくちゃ指動かせましたね。ほら、こうやって。そう。ね。そうそうそう。そう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 。目玉機能なんですよね。この5本指が動かせるんですね。そうそうそう。うん。結構、うん、コントローラーの持ち方に依存しちゃうので、ちゃんと調整する必要があるんですね。結構ね、フィンガートラッキングがブレちゃうので、結構まあリオちゃんもあったけど小指だけが立ってしまうとかね。あ、そうそうそう、ありましたね。小指はどうですか、小指は。現実では、ありえない指の動きとかしちゃったりすると、プレゼンスがね、剥がれちゃうんですよ。プレゼンスってな、言わないで。プレゼンスは、なんかここにいるっていう、こういう感じですよね。怖い。いや、変にね、気になっちゃうので、逆にね、指のトラッキングはね、しない方がいいっていうパターンもあるかもしれないですね。あー、わかる。でね、例もね、ビートセーバーとか、ブロックスとか、普段使ってるアプリを一通り遊んでみたんですけど、そんなにね、操作に困ることはなく遊べましたね。わかる。あとはね、今までのバイブだったら、手のね、ちょっと手前にコントローラーがあったのが、手に近い位置になったので、その辺はね、慣れていく必要が、ね、ありそうですね。慣れなきゃいけません。そうそう、ビートセーバーとかは最初はね、違和感があるかもしれないけど、そうそう、まあでもね、やっぱりね、ビートセーバーはね、バルブのコントローラーがね、一番やっぱり振りやすくて、もうね、ナンバーワンでね、使いやすいんですよ。そう、バルブが一番、もうスコアはこれが一番取れる。そう、お面接の動画で、次にね、画面の方なんですが、かなり綺麗になっていると思います。あ、わかる、めっちゃわかるわ。視野角がね、広いんですね。そうそう、視野角がね、広いね。そうなんですよ。実際は、体感でわかるぐらい、文字とかは読めるようになって、綺麗になってました。なってましたね、もうピッカピカで。視野角は広がってるんですけど、まだね、ちょっと画面端は見えてるので世界が変わったっていうレベルではね、ないかな。まあね、だいたいね、VR って一緒ですけどね。違うよ。え、あとはね、カメラ映像が進化してるんだけど、これはね、ゲームとは関係なくて、開発者向けかなって感じですね。で、音ですね。音、ヘッドホンがね、耳に当たってなくてね、離れてるんですよ。あ、そうだね。これって珍しいから、最初ね、つけるときはちょっと心配だったんだけど、全然いいんですよ。え、どっち、え、どっち、違和感ない。普通に VR やってるときと一緒の状態で、耳に当たってないっていうことは、こっちの方がいいって思ったね。バルブインデックスのヘッドマンディスプレイは、そんなにお値段以上の衝撃とかではなくて、まあね、正当進化したなっていう感覚ですね。正当進化しちゃったね。総評は、VTuber とか全身トラッキングで4つのベースステーションを置きたい人とかはね、バルブインデックスに切り替えちゃうのもね、ありだと思います。あ、そう、高いけど。そう、高いけどね。バイブ持ってる人はコントローラーだけをね、買うのもありかもしれないですね。むしろありですね。あ、でもコントローラーだけだったら安そうですよね。まあ、コントローラーだけでもね、4万円するからね。え、よく聞かれるので、おすすめ表をね、作ってきました。ふぅ、ほんとまあね、用途にはよるんだけど、こんな感じかなってね。そうそう、リオもこんな感じだと思う。まあ、オキュラスクエストならね、5万円だからね。まずはね、VR をやりたいっていう人は、オキュラスクエストを買おう。